バンズヤ・ハルナは日本の元タレントである。熊本県出身。2006年、18歳の頃からゲーム番組やゲーム雑誌に多数出演。ゲームアイドルのジャンルを確立し周囲に認知された。その後、自らレトロゲーム特本も執筆した。海外メディアでは、レトロゲーマーと紹介されており、日本のメディアでもゲームアイドルではなく、レトロゲームアイドルとして紹介していた。 最初にゲームアイドルとして紹介されたのは、月会カメラマン2008年1月号。2010年、コナミアーケードダンスダンスレボリューション X に似てサムデーで歌手デビュー。2013年10月より東京都中野区観光大使に就任。また、その頃から実家である熊本県相良村でも活力ある村づくりの活動に参加していた。 2014年9月からブログの更新を10月中旬からはツイッターの更新を休止している。当初2ヶ月間の休養としていたが、その間日刊スポーツの連載及びメールマガジンは続けていた。同年12月25日、所属事務所のエッグコア社長である小林英介が自身の Facebook でアンズヤと結婚していた事実を公表。また、小林の側からは、 アンズとは連絡が取れず、上記の連載とメルマガは小林が代筆しているとも発表した。2015年1月30日、小林が同年に1月15日に、アンズと正式に離婚が成立したことを発表した。2014年11月16日に、中野駅の1日駅長を務めたのを最後に、公の場に姿を見せていない。自称芸能界最強のゲームマニア、 コレクターを名乗り、自らをゲームソムリエールと称していた。総額1000万円以上のレトロゲームソフトのコレクションを所有し、関連ゲーム雑誌、攻略本、機材、グッズ等も収集。2012年3月14日の笑う、経済白書座ピンキリ賞でも紹介された。ゲームを文化とし素晴らしい歴史として残すためという趣旨から、 事務所の一部をアンズヤ・ハルナのゲームミュージアム、ゲームコロニーイベント、スタジオとして、これを公開、開放していた。2008年のスター・ソルジャー・アールの公式ゲーム大会で準優勝し、自身のハドソン・ジョイスティックに、高橋名人からサインをしてもらったことがある。本音をストレートに表現したり、数々の実験を行ったりしたことなどにより、自身のブログが幾度となく炎上している。 そのことについて、後の取材では特に炎上を狙おうとしてたわけではないです。と答えている。ありがとうございます。